海上交通センターの配置海上交通センターは、海上交通安全法や高速法で定められた、多数の船舶が通行する航路、海域において、海上交通に関する航行情報提供及び、航行管制の業務を行う、海上保安庁交通部の機関。マリーントラフィックインフォメーションサービスの頭文字をとり、マーティスとも呼ぶ。英語表記は、トラフィックアドバイザリー。 サービスセンター。レーダー、テレビカメラ、VHF 無線機、気象観測装置、自動船舶識別装置などを装備し、管制信号板や船舶無線などにより、通行船舶に対し航行管制を行う。また、情報信号板、ファックス、インターネット、テレフォンサービス、ラジオ放送による情報提供も実施している。百七十七年の東京湾。 海上交通センターを始まりに順次設置が行われ、2003年7月以降、7カ所の海上交通センターが設置されている。それぞれの所在地と業務を示す。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に定められている、海上交通安全法指定航路の入り執行を管理し、完成船舶の通行時刻調整等を行っている。東京湾、名古屋港、 関門海峡の各海上交通センターは高速法に基づき入出行の管理を行う。船舶向けラジオ各海上交通センターでは24時間運用で船舶向けラジオ放送を行っている。ただし、電波法令上は特別業務の局による同法通信である。各信号所の完成信号予定、完成対象船舶の入り出航、入出航予定、 混雑状況、潮流現況、気象状況及び、航行警報などを合成音声で次のように送信している。名古屋港海上交通センターの場合、出力10ワットで送信され、アンテナは T 型空中線25メートルだが、送信機は長野日本無線の中短波帯送信装置 NJS-297 を使用している。また、来島マーチス、関門、 マーチスについては、潮流放送と呼ばれる別の特定業務局による放送を実施している。ありがとうございます。